日産自動車、日産自動車のモータースポーツスーパー GT に参戦する、日産、GT-R 日産自動車のモータースポーツでは、日産自動車のモータースポーツ競技における実績を記述する。日産自動車は日本におけるモータースポーツのパイオニアの一社であり、日本だけでなく海外でも様々なレースに参加して、数々の実績を積み上げ、高い技術力を示している。 スポーツプロトタイプカーレースに初めて参入したのは1966年の第3回日本グランプリのフェアレディエスにて、ただしこのマシンは、その名の通りフェアレディエス R311 に2リットル直列、6気筒の純レース用エンジンを搭載した暫定版。この後ミッドシップの純粋プロトタイプが開発される予定だったが、プリンス自動車との合併でお蔵入りになった。プリンスから引き継いだ。 R380R382 に至る R38 シリーズでトヨタポルシェを破り、1968年と1969年の日本グランプリを制覇した。その後排気ガス対策を名目にスポーツカーレースからは撤退し、1970年代前半にはツーリングカー路線にスカイライン GT-R で参戦し、圧倒的な強さを誇るが、 1973年の第一次オイルショックにより一時ワークス活動を休止する。ただしワークス活動休止後も日本独自のフォーミュラカーレースであるフォーミュラパシフィックへのエンジン供給など一部活動は継続していた。1980年代に入ると販売会社側からの要望に応えるべくシルエットフォーミュラを皮切りに徐々にワークス活動を再開し、 1983年、前年までスプリントのスーパーシルエットシリーズに日産車で参戦していた、セントラル20、ハセミモータースポーツ、そして星のレーシングにエンジン供給、資金援助を行い、日産は耐久レースへの参入を依頼する。セントラル20は国内コンストラクターのガレージルマン製のシャシー LM03C を導入。 ハセミモータースポーツは前年キャラミック時間に参戦したスカイラインのシルエット使用者をグループ C 規定に合致するよう改造する。そして星野レーシングはマーチエンジニアリング社製のプロトタイプレーシングカーマーチ 83G を購入して参戦することになり、3チームとも独自の手法で耐久レースへのアプローチを始めた。しかし、LM03C とマーチ 83G に関しては、 LZ20 バイト型エンジンをミッドシップにマウントしたのは初めてのことであり、熟成には多くの時間を費やすことになる。1984年にはそれまでの大森ワークスを母体に日産モータースポーツインターナショナルを設立すると本格的にスポーツカー耐久レースに取り組むこととなる。そして1986年からルマン24時間レースにも参戦するようになるが、現在まで 2008年現在は参戦休止中である。グループ C カー時代には、世界スポーツプロトタイプカー選手権に1989年と1990年の2年間フル参戦した。また、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権3、連覇、そしてデートナ24時間レース総合優勝を成し遂げている。現在は1993年から継続参戦している。 全日本 GT 選手権スーパー g t への参戦がメインとなっており上位クラスの GT500 クラスに2003年まではスカイライン GT-R で2004年から2007年まではフェアレディ Z で参戦していた2008年からは前年にデビューした日産 GT-R を投入するまた下位クラスの GT300 クラスや類似カテゴリーのスーパー耐久にも主にプライベーターが フェアレディゼットなどで参戦している。また、かつては、ラリーの日産と言われており、日本のメーカーの中でも最も古くからラリーに参加している。1980年代初頭には、サファリラリー4年連続優勝を成し遂げている。しかし、世界ラリー選手権のタイトルを取ったことは、未だなく、また1990年代後半からは、ラリーのトップカテゴリーから離れてしまったこともあり。 日本でラリーに参戦している自動車メーカーというイメージは三菱自動車やスバルに持っていかれてしまった。2002年からはダカールラリーにもワークスチームを参戦させていたが結局パジェロの画像を崩すことはできないまま2005年を最後に撤退している。余談だが WRC に関しては撤退後にコルシカ島で SS 走行中のプジョーをプリメーラワゴンがパッシングするという CM を放映し、専門誌の読者ページがこの話題一式となった。さらにその直後に、日本製 4WD ターボ勢を敵に回して、FF でナノシトロエンがツールドコルスとカタルニアの両ラリーで優勝したため、結果的にインプレッサやランエボより、吊るしのプリメーラワゴンが速いという、マニアには信じられない意味合いを持つものとなってしまった。 その後も、日産の CM は、他社の自動車を追い越す CM が多く見られたため、一時批判の的になった。2015年の WEC には3台の GT、RLM ニスモで参戦したが、熟成不足で開幕戦と、第2戦を欠場した上、第3戦ルマンでは、同クラスのマシンより20秒も遅いタイムで予選を終え、さらにトップの110%に満たないタイムであったため、 LMP2 の後ろに回されてしまった。決勝では信頼性の問題からハイブリッドシステムを作動させなかったため、LMP により遅いタイムで周回し、トラブルにも見舞われて2台が、リタや1台は周回不足で乾燥扱いにならないという大敗を喫した。その後も WEC に参戦せず開発を続けていたが、同年12月のクリスマス前日に突然撤退が、 発表された。2017年には、フォーミュラ E に、すでに参戦している親会社のルノーを引き継いで、日産が参戦することが発表された。日本における自動車モータースポーツのパイオニアの一つで、ある日産だけあり、モータースポーツ関連ホームページも開設しており、ネット上でも、積極的に、プロモーション活動を展開している。日本国内のスーパー GT はもちろん、 海外の FIAGT など扱っている内容も幅広く、コンテンツも充実している。その中の一つで2008年から開設した世界のレースをエンジョイしよう。に登場したのがマスコットキャラクター、日産ベアで彼が日産ロゴの入った赤い T シャツをトレードマークに背中にリュックサックを背負って世界中のモータースポーツを見て回り紹介するというものである。 2008年には同ホームページで日産ベアの名前募集キャンペーンが行われ一般公募の結果トラベアに決定した名前の由来は世界中を旅するクマからその後も持ち前の好奇心で世界中のモータースポーツを見て回りまたこれ以外にも日産モータースポーツ公式サイトのモータースポーツアカデミーをはじめとする様々なコンテンツに登場するなど 日産モータースポーツのマスコットキャラクターとして定着次第活躍している。なお2010年度日産モータースポーツ体制発表会ではトラベアーくんがツイッターで内容をつぶやくという企画も行われ2011年からは日産モータースポーツの公式ツイッターに活躍の場を移している。ちなみにサイズは以前より小さくなりキーホルダーサイズになっている。2012年からは 日産の公式スマートフォンサイトにも進出。日産販売店でのアフターサービスを彼が紹介する Go Go トラベアーのコーナーを持つようになった。ちなみにこの時のトラベアーはぬいぐるみサイズになっている。ありがとうございます。